ファニーユレバンで監督キラーモードの続きやっていこうと思います。今日は補強の、パート1のやっていこうかなと思います。前回の動画から日程進めて、今6月の28日、次のシーズンが始まる手前まで日程を進めて、で移籍の候補者リストとか、基本的にメインどころはラリーガの一部の選手、その僕いつもなんかそのシーズンの結果とかを見て取りたい選手とかをピックアップするんですけど、ウイイレだと結構他のリーグとかも見れるんですけど、 FIFA だとちょっと同じリーグのチームしか見れなかったので、ラリーがメインで、ちょっと選手はピックアップしてるんですけど、その中で、今回の補強をする、ポジションはセンターバックを取ろうかなと思います。で、冬にバイエルンからルーマニア代表のネデルセアル、を取ったんですけど、ちょっとまたいい選手を見つけたので、今回その選手を補強しようかなと思います。かなりビッグネームだと思います。はい、候補者リストこちらです。で、今回獲得する選手はこちらです。サビッチ、アトレチコにいるサビッチですね、を獲得していこうかなと思います。普通に言ったら移籍金高すぎて無理なんですけど、契約期間がもう1ヶ月切ってか1ヶ月とか、もう本当に6月で切れるので、直接アプローチできるということで、サビッチをね獲得していきたいなと思います。ベゾだったりヌネス、若手だとクエンカとかいて、でネデルセアルも加わるんですけど、サビッチがいてもいいのかな。うち3バックも結構やってるので、全然サビッチがいても、チームの層がね、厚くなっていい感じになるんじゃないかなと思ったので、今回サビッチの獲得やっていきたいなと思います。もしかしたらロベルとか、誰か1人放出するかもしれないんですけど、ニネス、ベゾはちょっと嫌なんですけど、クエンカムかな。ってなると、ロベルかな。ロベルとか、ファルコンもいたか。その2選手は多分、レンタルないし、完全移籍で放出することにはなるのかなと思います。ただ、とりあえず、サビッチの交渉、やっていきたいなと思います。もうラッキー、カフェとかだとちょっと著作権的にあれなんですけど、さあチームの役割、要もちろん基本的にはスタメン3バックでニネス、ベゾ、サビッチかな。契約期間3年、29歳なんでそんぐらいがとりあえずいいのかな、わかんないけど、適当。違約金いらないでしょ。つけるんだ。違約金いらなくない？この年で、あるとこあるか、全然。でもいらないでしょ。給与。わあ、4万、結構下がった。契約ボーナス4万6千。出場数で、ボーナスは嫌だな。一回消していけるかな。全然給与は、こんぐらいのビッグネームだと払えるですけど。上がっちゃったか、やっぱ。5万にして、こっち50万とかにする。どうだろう。これで決まったらいいな。お、よっしゃー。さあ、無事にサビッチを獲得決まりました。はい、これで、冬ね、ネデルセアルも補強していたので、これで次のシーズンに向けて2人目の補強はすでに完了しました。両センターバックっていうね。これはもう本当に前座に過ぎないというか、まだパート2、パート3ぐらい。パート3ぐらいまで咲いていきたいですね。で、何人か、もう候補者リストに入れてる選手とかもいるんですけど、まだまだ、スカウトの指示とかが
間に合ってない状況なので、これから多分もっと候補者リストも増えていくと思うので、その中で、放出とかもあると思うので、そういうところの兼ね合いもあるんですけど、もっと選手取っていきたいなと思います。まあ最後のね、動画補強の最今その来シーズンかもの補強のね、パートいくつになるか分かんないですけど、一応もう誰を取るかっていうのはもう決めているんですよね。まあ本当に自分でも早くその選手を取りたくてうずうずしていてます。ただ、やっぱ最後に取っておきたいなって思うので、それはちょっとお楽しみにしておいてほしいなと思いますし、コメントとかでもね、こういう選手取ってほしいよっていうのがあれば、ぜひ教えてください。ただ、僕、このレバンテキャリア以外にもドルトムント監督キャリアやっていて、そっちで、ね、プレーさしたことのある選手は、基本的には取らないっていうことを、ちょっと意識してるので、もしかしたらちょっとコメントでいただいた選手が取れないっていうこともあると思うんですけど、そこら辺ちょっとご了承いただけたらなと思います。サラゴサは一部昇格できなかったみたいですね。プレーオフ圏外で8位ぐらいでフィニッシュしていました。はい、まあ関係ないか。そんな感じで、今回はサビッチだけの獲得だったんですけど、今後、またパート2、パート3やっていきたいなと思いますし、次回はまあプレシーズンとか、プレシーズンマッチ並行しながらやっていくと思うので、またぜひ楽しみにしておいてもらえたらなと思います。それでは今回これで終わりたいなと思います。ありがとうございました。